LMS2K2 から6から0蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の一形式である。ジョージ・イバットが設計した車輪配置2から6から0の軽量客下両用機で、1946年からイギリス国鉄発足後の1953年までに128両が製造された。エバットクラスには、ロンドン。 ミッドランドスコットランド鉄道の中型機関車の設計に大きな影響を与え、LMS の機関車を近代化及び改善するだけでなく、将来のイギリス国鉄に経営2の6-0蒸気機関車の基盤を形成した。LMS の0から6から0タンク機関車は中型機関車の設計のバックボーンを形成した。スタニエはより大型機関車の導入に集中しており、 新しいクラスの中型機関車の導入は、イバットに任されていた。エバットが、チーフメカニカルエンジニアとして2年間働いたのは、予想外だった。エバットが CME に選ばれるに至ったのは、フェアバーンが突然の死を迎えたからである。およそ1年間のリーダーシップの中で、フェアバーンは、スタニエのバージョンの開発である彼のクラス 4P2 から、 6から4タンク機関車の設計を一つしか完了できなかった。エバットはすぐにトラクションの需要と新しい機関車が必要になる場所を検討し始め、すぐに設計を開始した。国有化の2年前の1946年、エバットはクロスカントリー及び視線での作業用に2つの新しい軽量設計を導入した。テンダーエンジンはニ MT46400 クラス。 タンクエンジンは 2MT41200 クラスだった。2の出力分類を持つ機関車は、重い車軸を搭載したエンジンを禁止した、ライトトレイン、またはトラックを運搬するために不可欠だった。それにもかかわらず、1940年代の戦後の状況では、多くの古いクラスの0から6から0がまだ、これらの重要な任務を遂行していた。 古い車輪配置0から6から0の LMS4 回型蒸気機関車は LMS 貨物用機関車の中でも時代遅れな上に低出力だった。ウィリアム・スタニアは大型の機関車の導入に専念していたが新しい形式の小型機関車の導入はジョージ・イバットに任されていた。彼は同時に導入された LMS2K2 2から6から 2T 蒸気機関車の軽量型を設計した。 そのため、エバットは設計図に進み、LMS2 から6から 2T 蒸気機関車から発展した LMS2 から6から 2T 蒸気機関車の影響を受けた。1350ガロンと3ロングトンの石炭を搭載したタンク機関車に対して3000ガロンの水と4トンの石炭も搭載した 2K2 から6から0の運行距離は飛躍的に伸びた。この結果、この機関車は 軽量の却下混合列車の牽引によく適していた。このタイプの機関車は、イギリス国鉄に K2-6-0 蒸気機関車として再設計された。これらの機関車は、イギリス国鉄標準蒸気機関車の部品と修正された運転台及び淡水車を装備し、どのような路線でも運用が可能だった。LMS に K2 から6から0蒸気機関車と、 イギリス国鉄に K2-6-0 蒸気機関車は、共に、ミッキーマウスと、よくあだなされた。2から6から0クラスの基本的な寸法と機能には、2から6から0ホイール配置、先行トラック3フィート、200LBF、イン2で、プレスされた、LMS、タイプ2ボイラー、2つの外側シリンダーが含まれます。ウォールスチャーツの、バルブギアリングで動作し、 総重量は47.10ロングトンで 17,410LBF の牽引力がありました。このクラスは4トンの石炭と3,000英国ロンを持ち、入札荷重は35.15トンでした。航続距離が長い2から6から0は彼らの任務に非常に適しており、ドラフトに注意を払いました。ダービーとスーインドンの両方による問題はすぐに成功しました。 入札エンジンは128台製造され、国有化前に登場したのは20台のみでした。この設計は後に BR 標準設計として採用され、1952年に MT78000 クラスとして登場しましたが、46400クラスのメンバーはまだ製造されていました。クラスのほとんどはロンドンミッドランド地域に基づいていましたが、一部は西部、東部、 北東部、スコットランドの地域に基づいていました。46,400から46,464は短い LMS スタイルの煙突を搭載し、46,465以降は BR の背の高いパラレルタイプの煙突を搭載していました。46,424は1951年に実験的に細いストーブパイプの煙突を取り付け、 スプラウトというニックネームが付けられました。オリジナルの LMS エンジンは b r 製エンジンよりもピッチの低いボイラーとランニングプレートが小さかった。1952年に46,460はスコットランドのセントクウムスケーベン鉄道で働くように移され、以前は視線で働いていたルナーフ4にエンジンに取り付けられていた牛キャプチャーが取り付けられました。 1946年から1953年の間に主にクルーで合計128台が製造された。20台は LMS によって製造され、6400から19の番号が付けられた。1948年の国有化では4万が数字に追加され、46419になった。残りの108台の機関車は、 46,420から46,527の番号で製造された。LMS はそれらを出力区分2回 BR を 2MT として分類した。ダーリントンで作られた46台の機関車はイギリス国鉄の東部及び北東部に割り当てられた。最後の25台はスーインドン工場で製造され、西部地域に割り当てられ、その結果、 GWR タイプの真空エジェクターと煙室扉が搭載された。スーインドンの機関車は当初縁取られた黒い塗装だった。ハンクス時代に何両かは緑の塗装に変更され残りは黒を維持した。1961年から1967年に廃車された。ありがとうございます。